滝沢秀明、謎のコメント、シャーシャジャーに、ファン困惑三宅、け、県平野市、洋神宮寺雄太に、続く戸部所属はインパクト大津滝沢秀明が7月11日にツイッターを更新し、ファンたちを困惑させました。 滝沢が代表取締役を務める株式会社戸ベの広式ツイッターが2023年7月14日19時トーペッチョン DUA-03 とピンクの球体が映る YouTube ライブの告知画像をツイートしましたがそれに対して滝沢はシャーシャジャーという謎のコメントを残していましたこの告知画像には滝沢と進行の深い元 V6 の三宅県が トベッチョン・ティー・ウェイ・ゼロイチとして、元キング・アンド・プリンスへの平野仕様とジングージ・ユタが、トベッチョン・ティー・ウェイ・ゼロニーとして所属することが発表されたことを受け、大きな注目を浴びています。今年ジャニーズ事務所を退所したメンバーがトベに所属するという異例の事態は、ファンだけでなく芸能界全体を賑わせています。 さらに、平野と神宮の YouTube 生配信に駆けつけた三宅が、来週14日のこの時間には、僕たちと新たな仲間たちで生配信をさせていただく予定でございます。と匂わせる発言をしたことも、ファンの関心を高めています。今回の、東北チョン DNA03 でどんな発表がされるのか、SNS 上では予想が盛んに行われています。 ファンの間では以前から話題になっているのが5月25日にジャニーズ事務所を7人揃って退場したインパクトオーズをというグループです。滝沢が名付け親であるインパクトオーズへの正式ロゴのオーズの文字がピンク色であることから多くのファンが今回の告知画像からインパクトオーズへの参加を期待しているようです。 トベはこれまで一人、また一人と所属メンバーを増やしてきましたが、7月14日に行われる生配信での発表を心待ちにしているファンも多いことでしょう。滝沢秀明のトベは、ジャニーズ事務所を退所したメンバーによる新しいプロジェクトであり、その動向には多くの人々が注目しています。 これまでの告知画像や発表からは、滝沢が芸能界に新たな波を巻き起こす意欲を示していることが伝わってきます。飛べの取り組みは、ジャニーズ事務所以外の所属先で成功を収めたメンバーたちが、さらなる飛躍を果たす可能性を秘めています。彼らが持つ個々の才能と経験が結集し、新たな魅力的なコンテンツが生み出されることに期待が高まっています。 滝沢秀明と共に飛べを支えるメンバーたちは、それぞれが個性豊かで才能あふれるアーティストです。元 V6 の三宅健は、長年にわたり多くの人々を魅了してきた歌唱力や演技力を持っており、多方面で活躍してきました。平野志洋と神宮寺優太たは、 キングプリンスへの一員として大きな人気を誇り、その明るいパフォーマンスと個性的な魅力で多くのファンを魅了しました。彼らが新たなプロジェクトに挑戦することで、それぞれの個性がさらに磨かれ、新しい一面が見せられることに期待が寄せられています。トベ所属となった彼らがどのような活動を展開するのか、そして今後のトベの展望について、 ファンたちは熱い議論を交わしています。滝沢秀明が率いる戸辺は、既存の枠にとらわれない新たなエンターテインメントを提供することを目指しています。ジャニーズ事務所以外の場所で活躍することになったメンバーたちが、多様な分野での活動を展開し、自身の個性を最大限に発揮することが期待されています。滝沢秀明の新プロジェクトがどのような展開を見せるのか、 ファンたちはワクワクとした気持ちで待ち望んでいます。7月14日の生配信によって、飛べがどのような方向性を示すのか、そしてインパクト大勢の参加が実現するのか、注目が集まっています。滝沢秀明と飛べの活動は、日本のエンターテイメント界に新たな風を吹き込むものとなるかもしれません。 彼らが提供する新しいコンテンツやパフォーマンスによって多くの人々が感動し元気をもらうことでしょう。トレに所属するメンバーたちが次々と発表される中、滝沢秀明の新プロジェクトはますます注目を集めています。彼らの才能と情熱が結集した時、どのような化学反応が生まれるのか、私たちは楽しみにしています。 滝沢秀明と戸部のこれからの展開に期待し、彼らが私たちに与える新たな感動と驚きに耳を傾けましょう。彼らの魅力的な世界が私たちの心をわしづかみにすること間違いありません。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。